ディールテックセミコンダクターコープは台湾に本社を置く半導体その他コンピュータ間電機機メーカー1987年に設立され1999年には台湾株式市場に上場した2017年現在社員約4000名製品にプリントされるロゴのデザインから日本国内では別称としてカニもしくは カニチップと称されることも多い。現在同社は台湾、アメリカ、日本をはじめとする様々な国における企業、市場に自社製品を供給している。日本では主に廉価なランボードに搭載されるネットワークコントローラミドル、ハイエンドマザーボードに搭載されるマルチメディアコントローラチップとして目にする機会が多い。特に高性能や 高信頼性が要求されない一般家庭用製品に多く採用されている。実際に同社は安価な価格設定の下で10ベース T、100ベース TX イーサネットコントローラでは世界シェア 70%AC97 マルチメディアコントローラで世界シェア50%を有している。2014年には ARM ベースのソックの出荷を開始し、 CPU 分野にも参入している。リールテック社では、強さ、忍耐、順応性を通して、リアルテックは、カニの精神を取り入れていますとしており、製品はカニを模したロゴが使われている。RTL8111 バイト、5部コントローラーリールテックの代表的な製品であり、低価格、ネットワークコントローラーのデファクトスタンダードとなっている。 10ベース製品100ベース製品1000ベース、製品最初期の RTL8169 は論理層のみであり、別途に物理層チップを必要とする2チップ構成の製品だったが、RTL8169S 以降は物理層も統合したワンチップ製品となっている。ARC888HD、オーディオコーデック AC97 及び、 HD オーディオ対応のアナログコーデックチップを手掛けている。各シリーズ製品の形式は AC97 用と HD オーディオ用で区別はされず3桁の形式の1桁目の数字が出力チャンネル数を示す。リールテックのオーディオコーデックチップ事業はアバンセロジック社から買収した事業が元となっている。RTM866 から895プリックた多数。 同社は優先らが IC 及びオーディオコーデックにおいて世界市場でのシェアナンバーワンを獲得しており世界的に見ても成功している IC メーカーの一社である特に低価格市場ではデファクトスタンダードというべき評価を獲得しており日本国内メーカーの PC 及び組み込みシステムからの採用も非常に多いまた周辺機器メーカーの販売する エンドユーザー向けネットワークカードにも多く採用されている。ただし、100ベース TX が主流の時代までは、ポーリングを多用した設計により、CPU が高負荷状態に陥りやすいことや、高負荷時にイーサネットフレームが壊れることがあるなど、コスト安の代わりに性能面で欠陥を抱えた製品が多かった。現在のアルク千1 5 0やアルク二2 2 0 チップは、それぞれ S、N115dB、120dB を誇り、一般的な用途であれば、サウンドカードが不要になるほど、性能向上している。安定性も向上し昔のように、不安定だ、音が悪いと言われることはなくなった。反面、PC マニアには低価格を主力とする同社のイメージを嫌う層も存在する。その現れとして、サーバー市場などに強みを持つインテル社製。 ネットワークカード製品がリールテック社製品と同価格帯となった際、リールテック社製品を強く否定する広告がパソコンパーツショップにおいて出されたこともあった。ありがとうございます。